まずは1個目の 4K モニターゴー。めちゃくちゃ綺麗です。お来てます、繋がってます。例のごとく YouTube の 4K 動画も見ていきましょう。今 4K2 枚普通に出してるんですけど、こちらもまたヌルヌル動いてます。どうもこんにちは、タカフです。本日はこのマイクロソフトサーフェスドック2、こちらをちょっと買ってみたので、こちらのレビューをしてみたいと思います。こちらなんで買ったかなんですけども、普段使いでは僕はサーフェスプロ7を愛用してます。サーフェスプロ7、このめちゃくちゃ、使い勝手がいいんですけども、僕がいつも、プログラミングとか開発するときはこのように外付けモニターに出してやってるんですね。で、外部モニターに出してやってるんですけど、まあその方が確実に仕事効率がめちゃくちゃはかどるからですね。今使ってるこの外部モニターも 4K モニターの2枚なので、 Surface Pro 7から 4K モニター2枚に出すにはどうしても Surface Dock 2を使う必要がありまして、ちょっと今回購入してみました。でこちら値段の方は、32,340円、で買いました。まあ、ちょっと急ぎで欲しかったんで、本当はマイクロソフトストアで買いたかったんですけど、今回は楽天の方でちょっと買っちゃいました。では、これからちょっとレビューをしていきたいと思います。はい、というわけでサーフェスドック2を開封していきたいと思います。さあ、これが開封した、サーフェスドック2なんですけども、結構重いです。前のサーフェスドックも結構重たかったんですけど、サーフェスドック2は、1よりさらに重たくなってます。ちなみに、まあ、どんぐらい重いかと言いますと、まあ、別に計測したってしょうがないんですけど、何の意味もないんですけど、まあ一応どのぐらいの重さかっていうのは見ておこうかなと。大体まあ 1200g ぐらいありまして、めっちゃ重いよってことです。それでは実際につなげていきたいと思います。 Surface Dock 2はですね、まあこのアダプター部と、このまあコネクター部となっているんですけども、まあ、実際これがここが、サーフェスコネクトというやつでサーフェスにつなげる部分ですね。で、サーフェスドック2の端子はというとこちら、ここがまあ電源のポートになってまして、ギガビットイーサネットで、音声用のケーブルと、USB-C のポートと USB-A のポートになってます。で、この US、こっちの USB-C が、ディスプレイにつなげる方になりますね。で、こっちが、単純多分 USB ハブ的なところの USB-C ポートになります。こっちはディスプレイにつながらないですね。あくまでこっちの、2ポートがディスプレイにつなぐポートになります。じゃあこれにつなげて、よいしょ、この AC アダプターをからの電源をここに挿します。で、やっとここにつながるわけですね。ドゥン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 、少々お待ちください。相変わらず Surface Pro 7の顔認証は爆速ですね。 Windows Hello ってやつです。で、これを Surface Pro 7のここにつなげるだけですね。これだけで電源接続ができまして、充電が今効いている状態になってます。さあ、いよいよつなげていきますよ。まずは1個目の 4K モニターゴー。
お、来た。出ますよ。来た、ちゃんとまあ1台目普通に繋がりますね。で2台目繋げていきたいと思います。えいや、さす。来た。ちょっと繋げた時の音を大きくしました。繋げるとこなんかあれですね、外部、あ、来た。USB ポート繋げた時みたいにポンポンポンっていう音が鳴ってくれます。というわけでして、4K モニター2枚つなげることができました。一番最初はこれ、ディスプレイ設定かなり細かく、高精細な感じで映っていて、まあ、こういうふうに、ディスプレイの配置ですね、変えることができます。これ一番最初のデフォルトの設定では 4K モニター、これ27インチの、3840×2160 になってるんですけど、スケーリングが Windows のスケーリングが効いて 150% になってます。ということで、よくある27インチモニターの、まあ縦1440っていう一番使いやすい、解像度になってくれてる、スケーリングされてるんですね。なので例えば、まあ、Yahoo なんか開くと、縦に開くとこんだけ広く映すことができます。なんですが、まあ、僕もだいぶコンピューター業務、まあ、パソコンプログラミング業務を、仕事とずっとしていて、まあ、だいぶ目も弱くなってきた感じがしているので、最近では、このディスプレイ設定を 200% にしちゃってます。つまり 200% のスケーリングっていうことは単純に2分の1になるので、まあ、1120×1080 っていうフル HD のモニターと一緒になりますね。めちゃくちゃ、綺麗です。 YouTube で 4K の映像を見たらどうかなというところですけども、今これ 4K の動画を映してます。むちゃくちゃ綺麗です。むちゃくちゃ綺麗、本当に綺麗。まあ、結構カクつくこともなく全然見えているので、まあ、十分なんじゃないかなっていう気がしますね。うん、いい感じです。はい、そして、今 Surface Pro 7に、Surface Dock 2つなげて YouTube で 4K 動画を2枚再生しちゃってます。結構再生できてますね。割とカクつくかなと思ったんですけど、まあ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 許容範囲っていう形で意外と動いてます。タスクマネージャー開くと、まあ CPU はだいたい 20% ぐらい、 10% から 20%、 そうですね、 20% 前後推移していて、 Surface Pro 7 外付け、GPU が入ってるわけじゃないんですけど、マザーボード上のチップ上のやっぱ GPU の負荷としては使用率 40% ぐらい上がっちゃってるんで、全然十分か。 4K2 枚こうやって普通に動いてるんで、全然いい方かなと思います。まあ、実は昨日っていうか、ちょっと前に 4K 動画2枚再生してみたんですけど、割とカクついてたんですよね。だから今ヌルヌル動いてるのはちょっと分かんなくて、意外といけるってことですかね。カクつくより何かと一緒に作業すると多分結構カクつく気がします。まあ、でも意外と思ったよりヌルヌル動いて素晴らしいです。サーフェスダーク2、シャキーン。さあ続きまして、今ちょっとマイクロソフトさんの代理店からですね、Surface Book 3 15インチをちょっと今お借りできているんで、この Surface Book 3と
まあ、15インチなんですけど、サーフェスブック3とサーフェスドック2が、つなげてちゃんと映るのかどうかを、検証していきたいと思います。ちなみにこのサーフェスブック3は、Core i7 で 32GB メモリーで結構フルフルのハイスペックモデルとなってます。これに、サーフェスドック2をつなげていきます。お、来てます、繋がってます。なんか繋がんないんじゃないかなっていう不安があったんですね。実はサーフェスドック2のマイクロソフトストアのサーフェスドック2のレビューのところにサーフェスドック3とつなげても全然 4K モニター、デュアルモニター映りませんみたいなのに書いてあったんでダメかなと思ったんですけど、全然出てます。ちょっと調節していきます。今ミラーになってるんで、これをディスプレイ設定で拡張していかないといけないですね。まずは拡張する、出てます、3枚、素晴らしい。3と2で、こういう配置ですかね、こういう配置がいいと思うんで、1が下で、2と3が横みたいな感じですね。識別してみよう。あっち逆かよ、こうかい。さあここで、ちょっとスケーリングも僕は 150% よりも 200% の方が好きなんで、その方があんまり負荷がかからないっていうこともありますんで、例のごとく YouTube の 4K 動画も見ていきましょう。今 4K2 枚普通に出してるんですけど、結構普通にこちらもまたヌルヌル動いてます。めちゃくちゃ綺麗です。で今タスクマネージャー見てるんですけど、 4K 動画2枚映していて、動いている GPU が0と1あるんですけど、内蔵 GPU だけが、動いちゃってますね。もう1個の、追加 GPU である GTX1660 は全然動いてないです。 0% のままなんで、なんでですかねこれ。ブラウザー、なんかこのブラウザーが GPU をうまく使うように、外部 GPU を使うように設定チューニングされてないのかなっていう気がします。まあ、というわけで外部 GPU は今 60% ぐらい負荷かかってまして、あんまり良くないですねこれ結構内部 GPU で頑張って 4K再生してんのかなっていう気がします。なんだ、でもちゃんと映りますね。多分これで仕事したらめちゃくちゃはかどるかなと思います。というわけで、今回 Surface Dock 2に、Surface Pro 7と Surface Book 3をつなげてみましたけども、全然つながるっていうことが分かりました。なんか結構僕前のサーフェスドック1も持ってたんですけど、なんか結構あんま不安定な動きしちゃったりとかしたんで、どうなのかなと思ったんですけど、サーフェスドック2意外と安定して、今のところ安定してってます。そう、今のところなんですこれ。やっぱりね、このサーフェスコネクト1本で、4K 動画を 4K の解像度2枚を出すっていうのは結構負荷かかっちゃってるんで、なんかいつか壊れそうかなっていう気もしなくてもないんですけど、まあ、一旦は、Surface Pro 7も Surface Dock、Book 3もちゃんと映るっていうことが分かりました。本日のレビューは以上になります。バイバイ。